おはようございます。今日もよろしく。よろしくお願いします。今日は前回のおさらいをしたいと思うのだけど。はい。前回話した統計でわかること3つは覚えているかい？まずは比較する。これは検定と呼ばれています。次は関係を見る。これは相関係数と呼ばれています。そして予測したり要約したりする。これは多変量解析と呼ばれています。うん、そうだね。この検定、相関係数、多変量解析の3つの分類をまずは理解しておくことが大事になります。研究するにあたり、自分が証明したいことが統計でいうところのどの手法で証明できるかが迷わずに分かるようになるからね。先生、そこで質問なんですけど、何か練習方法はありますか？そうだね。例えば論文を読んで、その研究課題に対してどのような統計手法を使っているかに着目して読んでみるといいかもね。なるほど。結局のところ、今後横山さんが研究するとして、その内容というか形式は先行研究があるから、その形式を参考にできるからね。だからまずは横山さんが興味のあるテーマの論文をたくさん読むといいよ。はい。今日は確認として少し例を挙げるから、どの統計手法に当てはまるか答えてみよう。はい。まずは従来の筋力トレーニングではなく、新しい方法の筋力トレーニングを提案したい場合はどうだい？それは筋力トレーニングを比較してますから検定ですか？うん、正解。では早期離床の効果を証明したい場合はどうだい？うん、比較ですか？うん、これは従来の方法と早期離床との比較になるから検定になるよ。もう少し補足すると、何か指標を決めておいて比較するんだね。例えば歩行自立までに要した日数とか退院期間とか。なるほど。指標を決めるのがポイントなんですね。次は術部の疼痛と関節可動域について調べたい場合はどうだい？うん、疼痛と関節可動域の関係性だから相関係数ですか？うん、正解。これは要するに術部の疼痛が軽減すれば術部の関節可動域が改善するという仮説を証明したいから相関係数だね。もし術部の疼痛と関節可動域を比較するのであれば、仮説としては疼痛の有無が関節可動域に影響するという仮説になるかな。疼痛のない場合の関節可動域と疼痛のある関節可動域を比較するんだね。なるほど。このように仮説の立て方によって適した統計手法があるんだよ。統計手法の3つの分類を意識しながら論文を読んでれば自然と身についてくると思うよ。あとはデータの取り方だね。これも意識して論文を読んでればある程度は理解できると思うよ。まあ初めのうちは自分が研究したいテーマに近い論文を見ながらその形式に当てはめたりするのも一つの方法だと思うよ。なるほど。さて今日はこれぐらいにしようか。はい、お疲れ様です。